どうも。少年忍者の稲葉道晴です。今日は。お絵かきのやつの第3弾です。第3弾なんですけど、えっと今日はいつも自分でお題決めて書いてるんですけど、あのー？今日は少年忍者の。永瀬さんにあのー、お題を聞き,きました。 聞きました「何書い,何書いて欲しい?」っていうか「何か書くけどお題ちょうだい」って言ってお題もらったんですけどそのお題は「ペンギン」でした。で「メガネをかけたペンギン」ということで、まあ、あのペンギンメガネですかね永瀬がやってる「あのー、アイランド TV」のコーナーっていうかそういうのやってるんでそれの多分そういうことなんでしょうけど僕は書きました。 一度。書きました。はい、ということで、それを早速見せちゃいます。だーペンギンくんです。はい、これはね。僕のおすすめポイントはですね。3つほどあります。3つというのはまず、えー、この。メガネですね。あの本当は？ この丸のメガネに目がピョンって見えてる感じのあのー、ペンギンさんに描こうかと思ったんですけどまあそれは難しくてですね諦めましたそしてあのー、出来上がったのはこのサングラスのまあそれなりにかっこいい系のペンギンですかねはいで次がこちらの羽っていうかこういう やつですねこれは最初はつけんの忘れててなん,なんかそれこそ、まあ、次のおすすめポイント3のこの色と上の色見たらナスみたいだなってなってなんか変だなって思ってたらこのポンと来たんですよ。はっ羽だってなって羽つけ足したらめっちゃいい感じになって。 きましたでそして第3ポイントはこの分かります色なんですよ。色これ紫ね長さんのメンバーーカラーで描きましたこっちはですねなんかやっぱ、まあ、理由としてはそのメンバーカラーっていうのもあるんですけど正直あの白だと分からないなということで、まあ、紫にしたんですけどいいですよねやっぱ。 すみたいな感じであのー、でこれは口でくちばしがうまく描けないんですけど、まあ、ちょっと皆さんに理解してもらえるとありがたいですかね。まあペンギンタイプのメガ,ネメガネタイプのペンギンのでした。ということで第3弾はこんな感じです。はいということでまた第4弾もお楽しみにね多分あると思うんで。 お楽しみにしてくれてたら嬉しいですということで稲葉道春でしたバイバイ